まあ、英語で国立といえば、まあ、はやっい。ぱ記述ってイメージそうがです強いと思ね。うんですけはど、い。これは長文についてのやっぱ記う述問んうんうん。題集なんで、英作文は、武田塾教務主任の中森です。中森先生の弟分、武田塾教務の高田です。高田先生、はい。今日の一冊は何ですか？今日紹介する参考書は、はい。国公立標準問題集キャンパス英語です。はい、キャンパスシリーズの英語ですね、今回はい。は。うん。まあ、キャンパスシリーズの特徴ってどんな特徴でしたっけ？まあ、まんま国公立の過去問を集めているようなもはい。ので、解説が詳しいっていうんうん。う感じですね。で、まあ、英語で国立といえば、まあ、はい。やっぱ記述ってイメージそうがです強いと思ね。うんですけはど、い。これは長文についてのやっぱ記う述んうん問うん。題集なんで、英作文は、まあ、ないほどないですそうでね。すね。どっちかというと日本語説明とか、まあ、本文の内容を抜き出して英語で答えるとか、まあ、そういうものがメインだから、主に和訳と日本語説明と、あと私立とも共通なような選択肢問題が出てるような構成ですね。なるほど。じゃあ、国公立の過去問がこうまとめられてるっそうていでうイすね。メージですね。はい。はい。やっぱりその国公立志望の方だと、その記述問題、その説明問題、和訳問題ってすごい苦労すると思うんですけど、やっぱこの参考書だったら解説も結構詳しいんですか？ですし、採点基準とかも書いてあるから、はいはいはい。まあ、最悪は分野別とかをやらないでもいけるし、はいはいやっはい。た後実際どう出るかっていうのを試すのにも使えるっていう利点だと思うんですよね。過去問で採点するのも結構大変やったりすると思うんですけど、かなり採点基準詳しく書いてあるんで、自分で書いた答案のどこが間違えてて、どういう部分を修正していったら点数が上がるのかっていう、すごいいい参考書ですよですね。ね。まあ、ただ注意点としては、当然この問題だけでその入試問題ができてるわけじゃないから、要は英語だと大問数結構多くて、さっき言ったように英作文とかね、会話の穴埋め問題とかも出たりするから、その辺はやっぱ扱ってる教材ではないから、その実際はこれやった後も過去問はその学校のものもやらなきゃいけないって点は注意しましょうって感じですかね。長文用の参考書ってそうことですですね。ね。はい。今日の参考書紹介は以上です。皆さん、武田塾チャンネル登録よろしくお願いします。そして無料受験相談受付中でございます。皆様の申し込みお待ちしております。